ジホラーズロジデモン。ゲストの皆様こんばんは、小田健です。さあ今宵も海外のホラーゲーム2本立てでお届けしようかなと思います。冒頭素晴らしい英語の発音でしたね。はい、今回ですね、髪の長い白い服着た女性が襲ってくるっていう海外のね、こちらのホラーゲーム2本立てになっております。はい、なんか両方ともね、そういった類のお化けが襲ってくるみたい。うん、ではやっていきましょう、プレイデモ。はい、なるほど。ちょっと何言ってるのかよくわかんないですが、私ですね、英文全く読む気ないんで、読む気ないというなら読めないんで、結局読めないでお届けしてるんですけども、はい、読むとですね、has a video of 2009。はい、こんな感じになってしまうんで、ご了承ください。あれですかね、なんか女性が行方不明になったみたいな感じの記事が流れてたのかな、2009年に。はい、やっていきましょう。なんだこれ、ビデオテープがなかなかバグってますね。急にドンとかやめてよ。うん。ムービーが始まりました。いやー雰囲気ですね。雨の音もね、なかなか高音質で癒されます。さあやっていこうか。これは舞台は夏か、扇風機が回ってますからね。ただ冬に床暖をね、全体に暖かさを行き渡せるために扇風機を回してファンを回すみたいな感覚でね、回すっていう方もいらっしゃるみたいなんで、そういうパターンかもしれませんね。はい、止まってたわ。いやーちょっとこれマウス感度がめちゃくちゃいい割には動きが結構呪いですね。ちょっとこれは操作しづらいタイプのホラーゲームですね。はい、じゃあちょっと操作確認。ジャンプはできない、しゃがむことはできる、走ることもできますね。うん、マウス感度めちゃくちゃいい。ポケットにグレネードランチャー、エクスカリバーは入ってない。はい、アイテムは特に持ってないですね。よし、わかりました。9時59分。うん、わあ、どっかのアパートかな、どうなんだろう。ん、それともこれ自分の家全部、どうなんでしょうか。いや、アパートっぽいな。もしもし、なんでここだけガチャガチャって言わないの。俺のマウス音がめっちゃ悲しい感じに奏でてたじゃん、カチャ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 っつって。はい、ちょっとあそこだけなりませんでしたが、まだ1分経ってないのか。あ、待って、これ東京タワーや。うん、さあこれは何だろうね、富士山か。はい、ちょっとわーわーやっておりますが、ふざけておりますが、進んでいきましょう。なんだこれ、雰囲気がさっきのとこと似てんな。うん、アイテムあるかな。あ、待って、これ記事に血ついてるわ。え、デミグラスソースでやってほしい。はい、英文がブレますね。なんでじゃあこれどんどんこうやって回転していけばいいのかな。いや違うな、ちょっとずつ確かめて戻っては変化を楽しむみたいな感じかな。はい、急にどんだけは本当にやめてくれよ、頼むぞ。なんか雨の音こっからめっちゃ聞こえない？サウンド配置ここかな。うん、超めたいこと言ったな。よし、OK。これは開かねえな。いやー、どこでこれ何をするんだ。うん、記事は見たし、ズームでこう確認するとかか、違うな。とガシャって言ったぞ。ここ開くんだ。はい、開いた、取って、なんかお菓子みたいなのが入ってるね。あ、取れた。やった。これ取っていいの？これ取って何すんの？いけませんよね。なんでしまったの？フラグが立ったってことかしら？それとも僕が閉めました？うん。なんかさっきからホコリがめっちゃ舞ってんだよね、ここ。ホコリなのか真っ黒クロスケなのか松崎しげるなのかよくわかんないですね。あの松崎しげるさん真っ黒クロスケみたいなもんなんで。え、はい、そんなん叩かないでよ、何かやんの。隣人さんたちがみんな俺をもてあそんでる。なんでこれしばらくさ。はい、皆様今のうちに言っておきます。私マックス音量で実況しております。高確率で絶叫してしまうことがありますんで、皆様、鼓膜崩壊注意。音量には十分お気をつけて。はしゃしー、そんな大きな音立てて出るなよ、お前。後ろ？なんか怖いって。音でけえ、これ。やっぱりこうやって往復してどんどん変化していくんだね。なんもねえなって思った時に電話になりましたからね。電話じゃねえか。コンコンですね。はい。隣人コンコンが始まったんで。いやー、自分で何こっち行っていいのかしら。うわー、なんか押してるわー、これちょっと眩しいね、みんなごめんな。あー、眩しいかなと思ってこれ後ろ向きでさ撮ろうかなと思ったんだけど、すげー眩しい角度で撮ったじゃん主人公。
なんで大丈夫。あー、つくようになったんだね。わかりました。お隣人たち、隣人たちの家ガチャガチャやってたらなんかこっち開いたわ。これ行って大丈夫か。急にドアやめてやったら、ジャンプスケアや。すっごい怖いジャンプスケアや、これ。急にドーンタイプのジャンプスケアや。何回言わせるのジャンプスケアやって。怖かった今の。完全に可愛い女の子が覗いてた。うん、相当癒し要素があるゲームですね、こちらは。さ、また電話が何回かけてくんだよ。ぶっ飛ばすぞ。はい、鍵手にしましたね。さあ、これは大丈夫か。あ、さっきのさ、ガチャガチャ言わなかったところで開けんじゃない。ここじゃねえよね、もう。あ、それか、ここか、この奥。あ、これは違う。よし、OK、行きましょう。いや、怖い。ここでしょ。あれ、これはいけない。あ、こっちか。いけないじゃん。ここだったんだ、隣人の家。平気これ入って。開けますよ。入りますよ。来るなよ、来るなよ。来るなよ言うて来るパターンのやつじゃないからね。ラジオがあって仏壇か。あら、可愛らしい。え、なにこれ。あ、お供えした。さっきのやつか。ここで活用すんだね。え、シュワ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 。お供えした途端なんでシュワシュワ言われてんのこれ。ダメだったしでかしたか主人公。嘘、なんか呪われちゃった、お供えしたのにダメだったの。なんかもっとあのジョジョ園の肉とかよこせみたいな感じで怒られてんのか、ね、こんなビスケットごときで私が収まるとでも思ったかみたいなブチギレですね。そりゃ耳元でシュワシュワ言うわ。はい、こっち一回いけないですね、うん。いや、ちょっと雨の音はね、癒しなんですけども、先ほどのお化けは怖い。これまた電話なんでしょ、どうせ。わかるよ、私は。どんだけゲームやってると思ってんの。よし、こっちは開かない。開かない。よし、またこっち行きましょう。なんか変わってるか？来るんじゃないわよ。うん、なんもない。ここ引き出しは？開かない。よし、オッケー。こっち側で寝るとか寝てる場合か。なんで寝るっていう選択肢が俺の頭によぎったんだろう。はい、こっち側は、おっと、閉まっちゃったぞ。徐々に怪奇現象が起きております。さあ皆さん、この後はどうなるのか予想していきましょう。なんでなんで、開けちゃうよ僕は。やめてくれよ。いけないね。よし、なんか追加されてるものは、これはあったっけ。うん、特にないですね。テレビ後でつきそうじゃない。どうなんだろう。いや、怖え。言っちゃいけないね。電話ももうならないと。さあ、お時間はまだ9時59分。俺の今までの動作の間1分経ってないんだ。すごいね。皆さんもあの1分未満の視聴になっております。何言ってるんでしょう。さあ、なんかあるかな。あ、でもなんかこれ回収しそう。あ、ガチャ言ったね。あ、これか。はいはい。なんだ、何周もしちゃったよ。さあ、これをどこに使うんだ。ガチャコン言うから、ここじゃないね。この木抜いてるときが危ないよ。この先か。 OK。 え、なんでなんでなんで。あ、ムービーになった。なんだよ。どうなんだこの後。おお、最初のシーンじゃん。最初のシーンだけどちょっと暗いね。天井もっと明るかった気がするもん。悪夢の繰り返しだ。怖え。さあ、追い上げてきそうですね。懐中電灯は持ってる。時間は、時間9時59分。全然変わってないじゃん。マトリも変わってないですね。さあ行きましょう。ホコリは安定的に飛んでいる。こっち行くか。さあ、受話器が外れてんのになんで鳴ったのさっき。なになに、シュワ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 、めっちゃシュワシュワ。ここか、行って大丈夫。
怖いよ怖いよ。これまたお供えのとこ行くのかな。こっち行けねえもん。ちょっと待って、これ結構苦手だわ、このシュワシュワ感。こっち行けないじゃん。ダメだ、これ繰り返すんだ。また怖い、ここ閉めたい、雰囲気怖いもん。よし、 OK。 はい、2014年、さっき2009年になってたから5年後みたいな感じ。どうなんざんしょ。あれ、なんかもうお供えしてる場所に行けないじゃん。またここ開けるか。同じ工程をするのかな。ない、シュワシュワ音ももうないんで、聞こえないんでね。はい、大丈夫かな。なに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 、なんか来る、なんか来る。無理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 、すげえ怖い。これ鳥肌半端ねえ。また電話出てたんだ。はい、ムービーになりましたね。え急にムービーになったと思ったら終わっちゃった。最後の笑い声怖かったなぁ。つってたね。いや、恐ろしいゲームでした。さあ、次行きましょう。さあ、お次のホラーゲームはこちら。VHS フィルターとかんだ。じゃあ、フィルターかけたまま行きましょう。いいですね、雰囲気が。さあ、やっていくか。さっきのね、雰囲気とはまた一風変わった感じで。お、ライトも持ってます。はい、矢神ライトを持っていきましょう。さあ、ここの橋を渡ってなんかありますね。おや。これは、てか主人公背低くね？あれかな？小さい子なのかな？子供とか。はい。ドア、一応開きましたね。うわぁ！バッチ！これ何？どこ？どこじゃない？これどうすればいいの？うん。てか何も聞こえねえんだけど。え？これなんか今プレイ中、ほんと無音に近い音。はい。マックス音量でプレイしてるんですけど、多分皆さんは編集でね、爆上げにしてると思います。このゲーム BGM。向こうかっぽい。ピカピカなってる。行きましょう。そう、これもね、白い服着た黒髪のね、女性が追ってくるらしいんですけども、ダウンロードページにね、そういう化け物が映っておりました。はい。なんか来てる、なんか来てる。え、そうやってくんの？ちょっと待って。全力疾走やん。半端な。俺を襲うための技術半端な。あ、こっち逃げ込めみたいな感じかな。うわ、すげえ。なにこれ。どこまで来んだお前。ジャンプできないな。痛い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 。もう出れなくなっちゃった。ああ、やられたよ。なんなのこれ。いいの？こんなんで。一応なんか化け物が最後叫ぶ声がかすかに聞こえましたね、プレイ中。はい。いや、恐ろしい、いろんな意味で。え？何？どこから来る？また聞こえたよね。え？あーって。どこにいんの？あれ？ちょっと待って、俺なんか滑り落ちちゃった。戻る戻る。全然戻れないじゃん。川渡ろう。よし、オッケー。どっから来るかな？怖え。向こう側だったよね、確か。違うか？これ逆方向来てる？まあいいや。いろいろとね、見れますし。どこ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 。あっち側にいるな。この若干、かすかな声を頼りに、進むしかない。なんかまたあったな。どっかで巻くのかな？よし。さあ、お家入っていきましょう。なんかグレネードランチャーとかない？なんか滑るんでね。これ。え？なんかメモ取りました。お、W を押すと、下が氷のように滑る。はい。なんか入っても絶対あるでしょ。ティッシュでかっ。これな、めり込んでるよ。これなんでちょーんって押すだけでこんな飛ぶの？これなんか持った。どうするんだこれ。え？どうすればいいの？これなんか脱出する方法を見つけろみたいな感じかな。あー。ぽいわ。なるほど。車のエンジンがないんだね。それをつけてけみたいな感じか。オッケー。わかりました。ただ、ちょっと体力というか、走る速度が向こうの方が若干速いんで、そこが怖いね。体力も回復しにくいし。
車どこにあったかな。どっちよ。ちょっと待ってね。あ、それじゃないか。なんかさ、こう、岩がちょんちょんってこう見えるじゃん。これがね、あの子に見えるんですよ。怖え。車どこ？ちょっと向こう側向かってみるか。これを車に備え付ければもう逃げれんのかな？他にもパーツある？まあ、でも、その逃げる方法を見つけろみたいな感じなんで、多分今みたいに家が何箇所かあって、パーツをいくつか集めていけみたいな感じじゃない？多分そうだろう。よし。ちょっとここのね、雰囲気を覚えていかないと。あ、これリスポーン地かな。リスポーン地から、ちょっと後ろに行ったとこにあったりしない？どこ？うわぁ！ダメ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 、急に来ちゃう。そんなの誰でも驚くわ。いなくなった。俺なんか頭かち割られたんだけど。どうしよう。視界がイチゴジャム。ちょっとこれ、どう対処するんだ。あと一発殴られたらこれやられちゃうよね、絶対。あった！リスポーン地の後ろね。はい。ここに逃げれたりすんのかな？ちょっと曲も小さいしさ。これどうすんの？え？なんかやった？これ。なんかやりましょう。あー、ここか。あー、そういうこと。タイヤがパンクしてたから、今、風を入れたんだ。風じゃない、空気を入れたんだね。なるほど、わかりました。あとなんだ？あー、変わったぞ。鍵も。はい。多分エアコンプレッサーっていうのは見つけたんで、大丈夫なんですけども、あとは、そうだね、まあ、鍵と、タイヤ？タイヤもないのかな？あ、タイヤなかったか？ちょっと別の家に行きましょう。これランダムスポーンとかじゃないかな？アイテム。どうでしょう。いやー、あと一発殴られたりしね。これ時間でさ、回復とかじゃないんだ。マジっすか。またちげえ場所来たか、これ。いないよ、やつが。じゃあ開けとくか、ここ。なんもねえじゃん。お手洗いすらなかった。さっきんとこだ。あー、なるほど。タンクがある。はい、めっちゃ滑る、ここ。タンクと、これ何でしょうね。はい。小包がありますね。なんか、サンタさんからのプレゼントかな。赤いし。ちょっと待って、向こう側。めっちゃ怖い。どうしよう。これで終わりかな？まだまだパーツある。どうだろう。元に戻れるかがね、すごい心配なんですが。これ、2個持ちとかできなさそうだな、主人公。視界イチゴジャムだし。急に来んなよ。来ましたねー、やっぱりー。あいつ急になんか茂みから来る。怖え、無理だ、こんなん。どうやって回避するんだよ。体力ねえし。もうダメだ、これ。後ろから泣いて近づいてくるじゃないですか。もうこれ以上視界をイチゴジャムにしないでください、私を。やめてやめて。車で巻こう。車どこ？巻くはいいんだけど。あ、来てる来てる来てる。気持ち悪い。ダッシュダッシュ。もう回復したら速攻ダッシュ。ダメだこれ。すぐ追いつかれそうだもん。一定の距離を保っている。来たぞ。はい、これでどうするんだってばよ。はい、よし、オッケー。刺したぞ。これで、じゃ刺した方違うじゃん。ダメだダメだ。こっち、はい。あぶな。逃げれた？あ、逃げれた逃げれた。よかった。汚な。近くにいるよ、まだ。どっか行って頼むから。もうダメだ。なんだよこの猿芝居は。行ったんじゃねえのかよ。一瞬バレてないわみたいな雰囲気出さないでくんないかな。そろそろ治癒して、このイチゴジャム視界。行けるか。ねえねえねえ、よし、行くしかねえ、もう。ああ、怖かった。どこに行ったんだろう。謎や。ちょっと、あとは、鍵ですよね。うん。鍵がないと始まらない。どこにあるんだろう。なに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 。向こう側から絶叫が聞こえた。
俺がいんのかな。まずいって今の声。怖っ。ちょっと離れとこう。急にまたね、BGM がドーンって流れるかもしんないし。恐ろしい。あれこれ来たっけ？広いんだよな、ここ。めためた広い。あ、来てない。ん？来たか？あ、来たよ。うん、あれ、こんなのあったっけ？はしご。あ、これ登れんだ。うん、なんかあった。鍵あったわ。来た。ただちょっと叫んでる輩が向こう側にいるんで、そこ気をつけていきたい。いや、これ帰り怖いぞ。絶対一発でクリアする。すごくない？これ一回目よ。こんな広大な敷地でよく見つけたな、俺。本当に。あったぞ。ただ、なんか絶叫というか、あの叫び声が時々聞こえるんで、その点が気をつけなきゃいけないところですね。いるいるいる。でもね、俺行きたい方向にね、絶叫が聞こえるんですよ。戻れねえもんじゃないと。叫びながらこれ徘徊してんのかな？怖え。とんでもねえ徘徊者だよ、ほんと。早く早く早く。遠くに逃げよう。体力あるかな？いや、怖え。急に目の前こう全速力で来るからさ、あれが怖いんすよ。物陰とかに隠れてたりしないかな、人影が。ねえ、何を言ってるんでしょう。はい。そんな実況者が私、小田健です。小田健、来た来た来た。行けたんじゃないこれ。そこ車あるよ。勝ったか？この勝負、もろたで駆動！わいは西の高校生探偵、服部平次や！よし！これで？はっ！やった！一発でクリアした！視界いちごジャムだけど。やったぜ！ああ、怖かった。え？押してないよ、俺今。タイトル画面押してないのに、勝手に進みましたね、映像が。なんで？え？なになに？何が起きてんの？バグだったのかも。はい。ちょっとこれ、エフェクト外してやってみましょうか。このエフェクト外した状態でやつを拝めたい。はい。じゃ、ちょっと探しに行きましょう。あー、これはこれで見つけやすいね。お？もういるか？どこよ？あなたどこにいらっしゃるの？いた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 。歩いてるね。競歩で。ぶち切れてんのかな？今日嫌なことあったんだろうね、あの子。お、止まったぞ。さあ、どうする？気づいていない！全く私に気づいてない。何してんの君は。ハイハイモードと競歩モードがあるんですね、この彼女は。はいはい。あ、びっくりした、今すごい寒かったね。落ちちゃった。大丈夫かあいつ。あ、大丈夫だ。また落ちたよ。すごい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 。泳いでるっていうか歩いてる。そんな風に渡れるんだ、ここ。すごいなぁ。なかなかエキセントリックな彼女で。はい。どこ行くの？うん、あ、気づいたね。その物理攻撃どうにかなんねえか。ダッシュも面白いね。はい。ということで、痛いよ。やっぱりあと一発食らってたら死んでたんですね。はい。ということで、今回2本立てでお届けしましたが、いかがだったでしょうか？少しでもね、驚いた、そして、お化けの走りが面白いと思った方、ぜひ、高評価押していただけると嬉しいです。はい、私ですね、こういう海外のぶっ飛んだホラーゲームとか、珍しいゲーム、新作のゲームとかね、いろいろやってるんで、ぜひ、チャンネル登録もチェックお願いします。はい、それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。